こんにちはヒラタフットボールクラブでございます。さあこの時間は一年間やりましたよ。勝手に一 <laughs> 年間勝手にアルバイトにお届けしたいと思いますが今回は、えー、年末ということで一週、はい、にもご招待しております。はいよろしくお願いします。一、えー、年間素晴らしい。<laughs> 素晴らしいですよあのあの僕はちょっとあんまり言うのもあれですけどこ、はいまあの功績は大いにたえられてほしいと僕は思ってます <laughs> トト、はい、すごいそう言ってくれたら本当にありがたいことでございますが <laughs> 今回はもうシーズン終わりましたので、はい、ちょっとリーグ戦の方を新潟こういう戦いしましたよというのを、はい、ちょっと改めて何か振り返ってみてもいいんじゃないかなと、はいうことでツッキーにお越しいただいております。はい ということでこの2023年シーズンの RBX 新柄ですけども、はいまあ、2022シーズンの、まあ、J2 で戦ったメンバーとそう変わらずに J1、ねえー、に入ってきたということで、はい、今回一応です、ね、す私、えー、このこれが、まあ、前半の戦いと、うんえー、後半の戦いを一応は一覧的にしてきましたというところで。 はい、こんな感じでやっておりまして。はい。なんかあの、ちょっと頭から軽く見ながら。はい。あの、途中でつづ、ちょっと、このゲーム気になりましたわ。ってなったら、言ってもらえればいいかなという感じがするんですけども。はい、はいえー。まあ、頭から。えー、セレッソ。まあ、だから、最初四試合、えー、負けなしで。そうですよね。好調、スタートでしたよね。いいスタートを切ったかなという感じの。アルブレックスの言い方でしたけども、五節に,に、裏和に。 えー、敗れるというところもありましたで名古屋に敗れて神戸と引き分け、うん、でここでつっちこの八節の福岡伊藤良太郎賞はい完全に伊藤良太郎賞でした、ね、いやあんな芸は本当にその時も僕も言いましたけどめったにれないですよ、ね、いや本当ですよそして名言が飛び出すう <laughs> そうそう <laughs> そう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 いうそうに分析とかそういうのもいいとはいはい課題を探すな課題を探すな課題を探すな俺はもう本当あの吉田健さんが言ったら確実にあの56のカレンダーで組み込まれるレベルのそうだからね見るもんはやっぱりもうこのいい試合の後はもうんかあそこがどうだっていうよりもしたいとっていうねそういうゲーム であの心配しなくても課題はスタッフがちゃんと見つけてますよっていうねでも本当にこのなんか伊藤選手のなんか、うん、ちょっとやっぱ凄みみたいなのが、うんね、まあともありますしもう頭からもトップ10にはあのゴールなくてもトップ10には伊藤遼太郎選手相当、はい、ん絡,ん絡んでましたもんね。この辺りも含めてこのからが J1 の復帰して1年目みたいなところのこのアルビの戦いぶりの前半戦でいかかがでしたそれこそ J2 から J1 で上がったチームの傾向でいうとボールを動かすチーム J2 でボールをしっかり動かしてきたチームはやっぱり J1 に行くと苦労するっていう風に言われてるほど。今まであったってことですね。 少しこう相手の糖度が上がって、今までやってたことがやれなくなっていく、逆にこうストロングスタイルのチームはやることがはっきりしているので、はい、まあ割と J2 から J1 に上がったときに、うん、まあ,あるいは目標が残留であれば、目標達成しやすいんじゃないかっていう傾向は多分今まであったと思うんですけど、うん、まあ結果的に今年、アルビはボールを動かすスタイルをまあちゃんと貫いてまあ残留したわけですよね。はい、で多分まあもう今サッカー自体が、うん まあかなり高速化していて、はい、でも今正直ポゼッションカウンターとか、はい、まあそういうふうにはっきりチームっても分けられないって、はい、言うんですよ。はい、で、まあ、その攻守をシームレスみたいに攻撃と守備をつなぐっていう風にも言ってますけど、はい、そうなってくるとやっぱり最終的に立ち戻れるところがあるかどうかっていうのが多分 J2 から J1 に上がってきたチームはすごい大事なところで、まあ、それは別にポゼッションとカウンターとかじゃなくて、はい、チームとして ここで最後立ち返ろうっていうものがある意はちゃんとあったからこういう戦い方が、まあはい、前半戦はそうですけどそういう戦い方ができたのかなって印象は持って <laughs>、うん、これはただその立ち返れるんですけど、はい、なかなか勝てないとか、ねね、結果が出ないとだんだんちょっと揺らいにくるじゃないですか、はい、そこに戻ってもやられんちゃう、はいはい、そういったもっとこう守備重視でいった方がいいんじゃないとか、はいはい、多分思ったりするところあると思うんですけど。はいはい やっぱその辺りが松橋監督の,そのポリシーだったりとかこれまで積み上げてきたものっての相当大きかったってことですかね。いや本当にそれがだから J2 で戦ってきた戦いが積み上げで本当にいい形であの入れたのかなというところがあったんですがずっチーそのねこのえ9節の鹿島戦からえ10節 FC 東京11節横浜 FC これちょうどゴールデンウィー 前後みたいなところで3連敗っていうでその後レイソル戦の引き分かけなんでここ4戦勝利がないというこの辺りはちょっとこの見てる方の中には J1 ってやっぱり厳しいんかなって考えた人も中にはいたんじゃないかなと思いますけどやっぱ J1 ってまあそらくですね J2 より分析に裂く人数とかっていうパワーがまあ多分あると思うんですよね。 10試合ぐらいやってくると、うん、まあ多分だいぶあの高度の分析をされるような方は、うんうん、まあだん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 見えてくるんじゃないかな、うん、これだからあの逆にこの最初が良かっただけに多分警戒感も上がったと思うんですよ他のクラブの。でじゃあ,あの新潟のサッカー例えばビルドアップとかそのポジションするところどこを。はい 潰しにいけばペースが乱れるかみたいなところも、うん、多分すごく研究されてきたかと思います。もっと言うとその松橋監督もそうなっていくだろうなって、はい、多分そうってったと思うんですね。その中で同チームを変化させていくのかっていうのがすごく重要だったと思いますし、はい、あのこの13節の横浜エグマニオスまス、あ、チャンピオンチームですね、はい、2022のチャンピオンチームと戦って。 これ2対1で勝ちましたと、うん、でこれあの水戸選手のどえらいゴールが決まったっていうのもあるんですけど、はい、こうやって振り返ってみると、うん、この3連敗レイソルとかイとかでこが4戦勝利がないという流れを止めたっていう部分でもあのゴールのインパクトがあるんでそこに注目されますけど。はい このシーズンの流れという僕の、この価値がなかったら、その後も四戦勝利ないんですね。トスガンバ、湘南、京都って勝ってないわけですよ。はい、だから。これ、その後、レイソルにも引いわけなんで、結局五戦<ー>そうよね。一二三四五、だから、これ、もし F、F マイノスに勝ててなかったら。結構、勝利なしがずっと続いてた可能性あるんですよ。う だからそういうのすごく大きかったのかなっていう気がしますねあのまあ松橋監督は絶対そんなこと言う人じゃないのはわかってるんですけど、うんはい、まあ松橋監督って日産時代からつらっちゃよくあんまり踏まれなしにいたかったじゃないです、うん、はい、はい、めっちゃ気に入ってたと思うんですよ樋口なるほどいやそれはあそうでしょ <laughs> <laughs> そりゃそうでしょう。まあおそらく選手たちも、うんまあ、それを敏感に察知してたんじゃないかなと。松橋監督は絶対自分のためにとか、うん、横浜エグマリノスに対してとか、うんまあ、そういうのをるような方じゃないのは重々承知してるんですうん。うん、まあそれは気合入りますよ人であるでまあその空気感というのはもちろん選手に伝わってますし。選手にとっても J1 に上がったその2022のチャンピオンチームと戦える自分らどれぐらい跳びるのかなってすごく楽しみ僕は多分あったんじゃないかなと思いますけどもそういうところではここで一つ勝てたっていうのも大きかったです。でえここのラストですね前半戦のラストえこの1対3で京都に敗れてますけどもこちらがえ伊藤遼太郎選手のまあ新潟ラストゲームみたいな。 感じになりまして、破れましたけども、だからね、あの振り返ってみると。あの電化ビッグスワンス,スタジアム、やっぱこれが一番大きくされているんですよ。三万超え。いいです。それ以外は、あの二万台とかなんですけど、これが三万、このゲームが唯一三万超え。だから、それだけ、その、そんな長くいたわけじゃないじゃないですか。東洋ダウ選手。でも、やっぱり、その新潟の方にとっては、すごくこう。 感情移入する選手だったんだなっていうのをそう改めて逆に終わってから見て思いましたね。そして約束通りに日本代表の選手として,本てと。いや、ほんまですって。<laughs> ほんまですっ <laughs> <laughs> でもそれだけまた、その新天地でも頑張ってると,ってると,と。そうですよね。はい。やってるということで。<laughs> でも、あの、特に前半戦は伊藤良太郎選手の印象が強いんじゃないかな。前半戦は、え四勝、五分け。 パイという、成績でありましたが。ちょっと、こう、思いのほか、実は四回しか勝ってなかったっていうね、改めて。ね、序盤が本当調子良かったからですかね。そうなんですよ。でも、意外と、ちょっと、あの、勝ててなかったのかなっていうところありましたがそんなことで、後半戦に入っていくというところで。まあ、後半戦はレイソル戦が十八節の柏レイソル戦が、まあ。スタートと、いうことになりますが、こんな感じで。 行きましてで最終的には、えー、この26節の浦和戦から最終的には負けなしでシーズン9戦負けなしでシーズン終ですかつ31節から34節最後の4試合は無失点すごいだこの辺りがあのでねやっぱね土明らかにね、はい もう後半戦に入ったら後半戦3回しか負けてないんですよ。神戸戦名古屋戦島戦これ三つ負けたんですけどこの3つだけなんですよ。だから、うん、あのやっぱり前半戦戦ってみて、はい、あの勝つためにとかその勝ち点を稼ぐためにはどういう戦いをすればいいのかじゃあどんどんこうブラッシュアップ していったのかなっていう気がするんですけど。まあこうやって見てみると、ね、明らかに知ってるったそ、ね。そうなんです。本当そうなんですよ。んであの何て言うんですかね、そのゲームが壊れないっていうか、やっぱりある程度こうキッしたゲームにちゃんと持っていけてるっていうのもすごく大きいのかな。だからどうしても新潟ってボールつなぐのうまいねとか、はい、立ち位置がどうだねみたいな話するけど、はい、そういうゲーム運びとか。うん ゲームを壊さないみたいなところも、なんかすごく J1 の戦いがだんだんできていくようになれてたのかなという気がやっぱりちょっと一つのトピックスとしては、小、うん、島選手が、はい。 急ビッグスワンで代表はは、うん、はいはいはい、はい、まあそれは多分まあ当然小島選手の実力もあると思うんですけど、うん、やっぱりその,この後半戦の新潟の守備が全体的に安定してきたっていうこともやっぱり小島選手のねプレーをより際立たせたのかなっていうのはあと今から振り返ると,と、うん、いやでもそういうところはあるかなと思いますし。だかかかねなんかなんか俺俺なん俺ちょっと 頭おかしいんからあの追っかけとかあるんですけど、あの今年一年でまあ印象に残ったゲームとか結構あるんですけど、なんてかわかんないですけど、僕この札幌戦がすっげえ記憶に残ってるんですよ。圧勝で、ああ、ラスト圧勝でした。そうラスト圧勝で、この前に天皇杯があって、で最後雨で、最後まで試合ができなくて延長の後半が、富山で富山やら移動しての圧勝で。 でこれ新井選手が退場して VAR で退場にな退場してでその後長谷川選手がやばかったっていう,そうでもうなんかその存在感とかちょっとある日にない感じの存在感を発揮したっていうな何かね,んでねこのゲームはね僕何でか分かんないですけどねすごくこう頭に残ってるゲーム理由分かんないですけど。<ー> でもその中で長谷川選手の活躍がすごく記憶に残ってるなって、ね、なんか多分このアルビ戦の時にあのアルアルビい、コンサートオール戦のときに、アルビザよりたぶん呼んでもらってたんで,、うんはい、で、その時も多分話したんですけど、その試合のノートに、84分、86分、長谷川、ドリで連続イエロー入って書いてあって、うん、確かドリブルでル。相手のイエローを誘ったってね。あれがたぶすごい印象に残ってますね。<laughs> あの推進力っっていうかかかなんかすごかったよねちょっともうゾーン入ってそうな感じだったのは確かに今思い出しました,た、うん、僕ねあのゲームが妙にこうなんか印象に残ってるゲームの一つかなっていうのはなんかありますけどもツッチはんかこのシーズンでなんかちょっと印象に残ってるゲームとかありますか。はい、僕はですね、うん、29節の「驚きでフロンターレに勝ったりはい、はい」来ましたこれが3対2ですね、うん、はい。 で打ち勝ったっていうことと、うん、あと先制されて逆転して、はい、で PK で渡辺大輝選手が PK を与えて追いつかれて、うん、でこれは多分あのサマーフェスタ。 1月のサマーフェスタのと、はい、あに2人でお話しさせてもらったんですけど、はい、あの最終的にゴールになった時の全員の勇気的な動き渡辺太樹選手がくさび入れて中倉選手が落とし、うん、で平の平んの大好きな星選手がちょっとずれて <laughs> で打ち <laughs> 出すっていうでカットインからズドンっていう、はいはい、なんかあのゴールもすごく印象に残ってますし、うん、であとはやっぱりアウェーで、うん。 フロンターレ相手にああいう書き方をした、はい、でシーズンねちょっと怪我で苦しんできた太田選手がしかも最後ゴール決めたっていう、うん、なんかいろんなトータルでなんかすごくアルフィレックスらしさが出たのかなっていう、はいはい、そういうい印象のゲームだった気がする、あのー、シーズンを振り返りますとフロンターレにはシーズンダブルだったというところもありましたしあの今ツッチーも言ってくれたけどあの新潟のゴールシーンって、うんうん あの最初のスタートからゴールに行くまでの、はい、なんかこう道筋みたいなのが、はい、すごくこう印象に残るゴール多いですよねあ,あの選手が縦パス入れたとか、はい、あの選手がちょっとこうワンタッチしたとかそういうのがすごいあるのでうん、うん、そういうところでもなんか面白いサッカーが見れたのかなという、うん、感じがいたしますし、はい、このまあちょっと J1 はシーズン終盤が結構ゲームが感覚が開、ね、く ところはありましてこの26節のゲームが9月の2日なんですけど結局も九9月から負けなくシーズン終わっていくという。でこの浦和戦があの古見ちゃんこと古見選手の J1 初ゴール念願の初ゴール。で僕このガンバ戦はあの唯一あのスタジアムで見たガンバ戦だったりとか。でもも終盤も本当にこの ラスト4試合が全部無失点で終えていくとやっぱり素晴らしいかなという感じがしますけども。でラストはまあセレッソ戦に始まりセレッソ戦に終わるというえ今シーズンでありましたがえラストはとうとう長倉選手もゴールを決めたというまあ長倉選手の加入もやっぱりちょっと大きかったですけどね、う。ん 印象に残ったプレーってちょっと平橋さんから、はいはい、おっしゃっていただいて、うん、こ,こはやっぱりあの最終節のセレソ戦のゴールがあの1年で一番印象に残ったんですよ、ね。と、はいはい、い,いのはい、あれも渡辺大樹選手がまず起点になってやっぱり今までずっと左サイドバックをやってきて、はい、で今シーズンセンターバックでトライしてまあかなり新境地を開拓したと思うんですよ。はい あのポジションでももしかしたら、かなり代表みたいな部分も狙えるんじゃないかなっていうぐらいの選手になってきた渡辺選手がくさびを入れて、で、と多分落としたのは最初、水戸選手がちょっと触ってフリックして、小見選手がワンダッチで、長倉選手がハッピー打ってますよ。 一回引っかかったけど相手より早く太田選手が反応して入れたボールを長くらいこうっじゃないですか。で要はその人たちこのゴールに絡んだ人たちって多分ここから数年のアルビーを支えていくような20代の選手たちだと思うん、ので田辺大輝選手古見、うん、選手,選手、うん、水戸選手で。 お長谷川選手、太田選手のいう、うん、なんかすごくこうアルビの未来を感じさせるようなゴールが最終節に、はい、しかもこう勝利という形で、はい、生きたっていうのがなんか僕はすごく印象に残ってて、うん、なんかすごいいい最終節すごくいいシーズン最後のゴールだったんじゃないかなっていうふうに。 あれミト選手、あれターンしようとしたんちゃうかなって、ちょっと絶妙のワンタッチになったけど、あれ、どっちなんかなと思ってるでしょ。でも、あれ、ターンしようとしたかもしれないです、ね、れちょうど、ね、ディフェンスの浅井選手と2人の間に、はいはい、出て、縦が入って、こう向こうとしたね、けど、ちょっとボールが弾んだのが、うん、ちょうど小見選手にいったのか。うんうんうん 狙ってパス出したのかちょっと聞いてみたいないのあ,<ー>あのすっごいありますね。そうですね。うん、なんかどっちもできそうですもんね。どっちもできるから。かなんかでもあのやっぱりあの上条選手がプレッシャーかけて。うん、だからあれなんかさアルビっていうんでか相手のプレスをうまくこうパスつなぐことで。うんうん、はい。 裏返してあのセレッソのゲームでも4対4みたいなシーンがもう1個か2個ぐらいあったと思うんですけどああいうシーンを作れるようになっていってるっていうのがなんかもうちょっとシーズン見たかなちょっと思ったところもありましてシーズン後半は、えー、7勝7分け3敗とということです結構後半はかなりいい成績だったんじゃないかなと、うんえー、私は思っておりますが。はい やっぱり土は印象に残る選手、今シーズン、この選手、ちょっとなんか印象に残ったなみたいな選手がいますかそうですね、まああの、渡辺大輝選手は、やっぱりあの、まあ、結構、アルビダイオルでもね、お話しさせていただいてるんですけど、うん、まあ前橋育英高校時代から、だいぶプレーも見ていて、やっぱり左サイドバックのイメージありましたけど、正、うん、橋監督がね、レ、はい、ンターバックでいけるって踏んで,、うん、で、起用されてから、はい、まあやっぱり一気にこうプレーの幅が広がったのかなと。フィジカルは チームの中でも相当上位の選手だと思うんですよ。はい、で左足の一本も持ってるので、うん、ここはやっぱりもうあのフル代表をぜひ狙った。あ、な,なるほど、なるほど。はい、いうのと、まあ、あともう一人はやっぱり太田俊介選手です、ね。なるほど。まあね、今年初めて J1 に挑戦して。はい、で、まあ序盤は調子良かったと思うんですよ。はい、太田選手は結構好調を牽引したいと思うんですけど。はい、まあ、ちょっとシーズンの途中で手張りがあって。 でまあ、苦しんできた中でやっぱり終盤に、まあ、川崎戦ももちろんそうですし、うん、セレスセラシー戦もそうですけどちゃんとこう結果を残してシーズンを終えた、はいでまあ、この選手もやっぱり昔からあの代表を目指しているという話は、まあ、大学時代から取材させてもらってるんですけど、まあ、本人もかなり強い思っていたので、うん、まあそうやってねやっぱ上を。 目指す選手、上を狙える選手がやっぱりアルビ味にもかなりってきていると、その象徴が僕は渡辺選手との選手なのかなと、やっぱの藤山選手がね、もちろん技術力もある、結構、体重も強いと知ってましたけど、どのゲーム見ても、特にね、この終盤戦のねこの F ・マリノスのエウベル選手。 でこののセレッソのカピシャーバ選手これ J1 でいうと、はい、結構どのチームも手を休む、ねはい、サイドのプレーヤースピードあって、はい、仕事させなかったんですよ。であのこちらごちゃそんな目立たないですけどす、ねうん、ああやって抑えるんだらっていうのは僕はも,もっとこう評価されてもいい <laughs> その新潟内だけじゃなくて <laughs> その J リーグの中でも。 もっと評価されてもいいサイドバックの選手の一人かなっていう、うん、あの感じはしてます僕、ね、多分藤原選手は,はいおそらくあらゆるメディアの人の中でも相当をしてきた昔から大好きな選手で,で今年 J1 初めてのったですよね。うんはい ちょっとね多分本人としては、うん、例えば出場時間とか含めて、はいろいろ思うところあったかもしれないですけどやっぱり試合出た時のクオリティは全然ーるすごい。すごい。いやあの、まあ、でもそういうそれ今名前を挙げた選手以外でも本当に言い出したらキリがないところはありますが。はい とりあえず今回はこのぐらいにしといたろうかという。次で言ます。なんか一言ずつ言えちゃいます。いやいや、仕事行や、あらないんじだ。年俸 <laughs> でも行きたいし、なんならちょっとお話も聞きたいしぐらいあるところはありますが、いまあこんな感じで今シーズンは十一勝十二分け十一敗で十位というこの終わってみての成績。 とかも含めまして、今シーズンのアルベックスに当たつっていかがでしたか？はい、あのー、まあまず今年って一つ J リーグの大きなトピックスとしては、うん、あの小枝周応援がほぼフルで解禁になるっていうことがあって、うん、やっぱりあのー、スタジアムに行くと、うん。 まあすごいこう昔の感覚というかここ数年味わってなかったものをなんか改めて味わえた年だったと思うんですね。でその年にあのアルビレックスが J1 に帰ってきてでビッグスワンでそれこそあの伊藤亮太郎選手のラストゲームの時みたいな本当にあのすごい声量の応援が改めて J1 でビッグスワンに帰ってきたっていうことが僕か僕はすごくいいなというかなんか感動的なことだなと思っていて。 僕は初めて J スポーツに入社して、うん、で最初に着いたのが J2 の担当だったんですれ、うん、2003年とかなんですよ。うん、でその年ってアルビレックスが J1 に昇格した年で最後あの4万人が集まったビッグスワーの上野悠作選手を決勝ゴールを決めた試合とかも、うん、まあ映像ですけど見てたので、うんうん、やっぱりあのビッグスワーは本当に常に満員に近い人たちに入ってほしいっていう思いがまあずっとあって。うんはい ちょっとねここ数年は、うんまあ、いろんな状況もあって難しいところがあったと思うんですけどなんかねそれがこう改めて戻ってきつつあって、うん、でそこである意味の選手たちが躍動してるっていうことがんか僕は今年すごく嬉しかったなと思ってま,す、ね、まああるべく新潟の選手だけじゃないですけどあ,のあんな大勢の中でゲームしたことなかったみたいな選手とか。えー 結構たりとかなんならそのちゃんととか聞かないまま現役引退とかチーム変わったりとかする選手もいる中でやっぱあの中でプレーできるっていうのは本当にその選手のステータスでもありますのでそういう雰囲気がようやく戻ってきたということもありつつそんな中でのシーズンだとやっぱりあの歌声とかある意味レッツとかもそうですけどある意味も。 あのもう一段階音量上げたいときにみんな声援グッと上が与えるんじゃないですか一体感プロダールとかもそうですけどふわあの普段から声大きいんですけどもう一個上げれるっていうあれがねあの応援してる人のやっぱり気持ちというかすごいなと思いますけども、えーね、やっぱり、うん、勝手に全34試合なん、はい、なら天皇杯とかも含めて。はい アルビレックスの公式戦を全て網羅した平畑さんがやっぱりもう本当に MVP クラスの活躍だったんじゃないかなと思いますけどね個人的にはなんか冗談言うときますけどねちゃんと見てますから 何 <laughs> な,ならあの次に対戦するチームの試合も見てます、ね、スカウティングちゃんとしてるから、ねはい、スカウティングしてますから、ね、でそのスカウティングも早送りとか絶対せえから、ね、<laughs> 全部ビデオから、ね、<laughs> あのらしえー、本気度を感じいだる <laughs> だからねなんかちょうだい <laughs> まあまあ、えー、今シーズンはこんな感じでまたちょっと オフシーズンは、あの、いろいろインアウト、もあ、るんでしょうけども、移籍もね。いや、あの、ありそうなので、大野選手も出てましたもんね、うん。ねああ、そうですね。ね、これは激アツですよ。激ア<圧>松橋チルドレンですよ。ね。はい。はい、日本一になってます。外で、どういう感じになっていくのか、また、ちょっと、その辺も、また、見ていきたいなと思っておりますが。さ最後にですね、つっちーから、ちょっと、お知らせがございますので。はい。はい、はい。あのー、また、本を出させていただくことに。つっちーの本が出るよ。はい。 ですね、どんな本かは「はい、高校サッカー新時代を戦う監督たち」という本ですけどえっと前回は「週休ィストリア」という本ですね、うん、あの J リーグは監督選手あるいは「そうそう」じゃ、うん、ない J リーグに関わる人にインタビューをしたものだったんですけども、はい、今回は完全に高校サッカーの監督6人まず選手時代どういうキャリアを歩んでましたか、はい そして、えー、どういう経緯で高校サッカーの監督になりましたか、うん、そして今、自分の知っている高校でどういうサッカーをしてますかというのを、うん、まあ皆さん3時間ぐらい熱く語っていただきまして、ねであの、実はその中の6人の中に、帝京のアバ川家高校の谷口哲郎総監督い、い、うん、わゆる定永ですね。定永の監督にも3時間お話を伺っています。はい それこそ小塚和樹選手、アルビレックスビューって、小塚選手とか、あと酒井選手もそうですね。結構帝京奈良岡、アルビに選手行ってたんですけど、その帝京奈良岡の総監督のお話も入ってる。来シーズンからプレミアリーグに昇格も決まってます。で、このあと選手権にも出場するので、ぜひ新潟の皆さん、この方で、谷口監督の。 過去を振り返ると、ななののはい、選手権も楽しく見れるの、かなとはい、勝手なわけです。でもアルビ的に言えば、はい、まあ将来的には本当にその新潟出身の選手がもっとこのアルビで、はい、プレーしてチームをを支えるような、はい、感じが一番理想は理想でしょうね。うん、まあ田中監督は、はい、あのもう名だわか全然絵もない。 ところから、やっぱ大阪の方なんですけど、長岡にいらっしゃって、長岡を、アスレティックビルバオ。ビルバオみたいな街にしたいと。地元し直しとばか。りでねそはい、あの、バスク純血主義。まあ、そういうことをもともとおっしゃってる方で。やっぱり新潟の選手たちでっていう気持ちが、すごい強い方なんですよね。なんか、そういう意味でもね、なんか、すごく。だから、あの、まあ、ビルバオ方式で、もう。 遠い親戚、新潟出身の人おるみたいだね。<笑><笑>でもいい。そう <laughs> そう、そういいう <laughs> 新潟出身です。多分新潟やっぱ友達入ってないと思う。<laughs> あの <laughs> 中に入れてね。 <laughs> あそういうルールをどんどん作っていって「<laughs> えあの人新潟出身ちゃうやろ」とかでなっても「いやあの遠い親戚が新潟の方いらっしゃって」みたいなで <laughs> のに新潟にルーツがあってあ <laughs> ってとかそんなんで全然いいですけどもうそうなっていくのがもしかしたらちょっとまあ理想というかそうなったら面白いなという感じもいたしますので、はい、えこちらこれからねお正月は高校サッカーの季節でもありますし、はい、ぜひこちらのますお買い求めていただいて呼んでいただければなと思っておりますとで今回は。 まあ一年やってきたこのアルビ大ですけどもちょっとツッチーと一緒に一年間をえ振り返ってみました、うん、勝手にですけど <laughs> まだ誰にも頼まれてないのよ<秒>勝手に <laughs> ということで今回ツッチーにお付き合い、はい、いただきましたツッチーありがとうございました、はい、あ新潟まで呼んでねあそうです、ね、はいお願いします, <laughs> します皆さんチャンネル登録よろしくお願いします